りした。おはようございます。お願いします。お願いします。ジョナさん、今日2分半の撮影これなんですけど、今日はちょっとドッキリとかなしで、ちょっとガチンコの企画をちょっとやりたいと思ってるんですよ。で、どんな企画かっていうとですね、勝手に丸々やってみたシリーズみたいなのをちょっと作りたくてですね、勝手に平野さんがやってみたいことをやってみようという企画です。大丈夫です？普段はできないけど、この動画の力を借りてやってみたいことなんかありますか？動画の力を借りてやったのは、はい、例えばいや、それ聞いてるんですよ。どういう、何でもいいんですか？何でもいいです。動画の力を借りてやりたいこと、なんかやってみたいこと、そう、メンバーにドッキリ仕掛けたい。メンバーにドッキリ、それでもここで言っちゃったらドッキリ仕掛けられないですね。確かに、ここで言っちゃダメですね、それ今。なんか楽しいことやりたい。楽しいことやりたい、なるほど、わかりました。平野さん、なんかもうちょっと平野さん面白いのかなと思って今回動画に選んだんですよ。今日なんか出てくるアイデアが全部つまんなくて、すいません、なんか申し訳ないです。なんか面白い、なんかこれやりたいみたいなあります？でも、もうなんか学校で一番なんか憧れてた委員会があって、それがなんか放送部なんですよ。放送部だから、なんか、何、全校に自分の声を聞いてもらったり、そういうの憧れてたんですよ。だからそういうなんか館内放送的な、あのやつを、あの動画の力をお借りしてやりたいなって。じゃあ、もう今から声取ってサンシャイン酒屋に勝手に送りましょうか。それやってみましょう。みんな、モホのトーク会の券買ってね。バイバイ。カレーライス食べたい。趣味は野菜作りです。モホは須田あかりさんのことが大好きです。一応録音終わったんですけど、作業、肝心な作業が残ってまして、一番肝心です。まだサンシャイン栄に、まあ話してないんですよね。で、まあね、忍び込んで平野さんが勝手に流すでもいいんですけど、やっぱりちょっと問題があるなってことで、ですよね。ちょっと今から平野さんに交渉してほしいんですよね。本当にやれてるんですか？嘘。ちょっと今から電話つなぐんで。ガチの人。はい、ガチの人です。あの、西尾さんっていう候補の方とちょっと交渉してください。あ、そのままスピーカーでいいんで。はい、はい、もしもし。はい、SK48のチームエースの平野オーナーです。こんにちは、サンシャイン栄の西尾と申します。こんにちは、はじめまして。はじめまして。人間がしょっぱすあの突然なんですけど、はい、お願いなんですけど、はい、桃の声をサンシャイン栄で、はい、館内放送で流してくれますか？桃